はい、どうもまさきです。はい、今回は福井県の関西百名山33軒山に登りに来ました。はい、今現在地がね、ここのトイレのある駐車場のとこなんですけども、これをずっと登っていって ここがね33軒山の山頂ですね。でそれをずっとこの稜線を歩いて六郎山行って、でこう行ってちょっと道路を歩いてまた帰ってくるっていうようなねコースを今日は歩いていきたいと思います。はい、山頂まで2時間半ですね。はい、はい、では行ってきます。スタート。はい、このね33軒山は京都に33軒堂っていうお寺があって、そこのね材木を切り出した山みたいです。ほんで33軒山っていう名前の由来になってるみたいです。はい、今日もね雲一つの青空で、まあすごい夏日なんですけど、めちゃくちゃ暑くなりそうなんでね、ちょっと水分補給だけちゃんとして登っていきたいと思います。あ、なんかゲート出てきた。よし。あ、こっちか。登山者用通路って書いてある。よし。引っ込むか。よし。はい。ちょっと引いてみて。やりにくい。はい。OK。はい。いい感じや。はい、今ね沢沿いの道を歩いてます。沢の横だけでね音が聞こえるだけでちょっと涼しい感じになります。山頂に行ったらね、多分木とかが生えてなくて草の草原みたいなところなんで、直射日光がねすごい当たって暑いと思います。あ、分岐か。はい、33軒山登山道右ですね。はあ、あと3キロ。よし、もう1キロ歩いたんか。はい、よし。はい、新緑が綺麗な。はい、登山道ねちょっと外れるんですけど、風神の滝っていうのをね見に来ました。よいしょ。あ、涼しい。これか。最後の道だ。どういうこっちゃ。沢の水飲むってことなんかな。よし。よっし。はい、もう40分ぐらい歩いてるんですけど、もうすでに汗だくですね。やっぱり夏場の低山は暑さでやられますね。しんどいわ。暑い。ちょっと一服しませんかって書いてある。
ちょっとだけ景色見える。はい、夫婦松のとこまで来ましたね。まだ 1.5 あるんか。切れてるんやな。夫婦松でね、ちょっと休憩してたんですけど、はい、最後の水場からね、ずっともう登りが続いてます。しんど。あと40分ぐらいはね、ずっと登りですね。40分登ったら稜線に出ると思うんで、そこからはなだらかになると思います。頑張ろう。やばい。ちょっとね。軽い熱中症気味ですね。しんどい。ゆっくり来ます。風神ってとこまで来ました。あと700m。そこがねもう多分稜線ですね。もうちょっと、しんど。足がね、なんかもういつもと全然違う、重たい。やっと稜線まで来た。登ったな、なんかもうずっと登りやった。ここか、ここが稜線やな。六郎山と33軒山。暑っ。やっぱり稜線上は気がない。暑い。はい、あそこがね、33軒山の山頂ですね。眺めがいい。あの辺に見えてるのが三方五湖ですね。反対側はこんな感じです。そこが山頂ですね。しんどい。山頂は眺望がないみたいですね。はい、33軒山山頂 842.3m 到着です。やった。はい、これでね、関西百名山97座目ですね。はい、あと3つです。疲れた。体に熱がこもる。熱中症やこれ。しんどい。せっかくてタッチ。はい、木陰でね、首のとこをちょっと冷やしてね、で水分と塩分を補給しました。それね、ちょっとマシになったんで下山していきたいと思います。
だいぶ体が軽くなった気がする。はあ、よかった。ではサクッと降ります。まずね、六郎山っていうところね、向かって歩いていきます。あそこの見えてるハゲ山ですね、あれが六郎山です。あそこ行って、ほんで周回で下山していきます。はい、地面がねふかふかの芝生みたいな感じで気持ちよく歩けてます。景色もいいし、三十三軒山はここがあれかな、一番見どころかな。いい感じ。はい、登ってきたね分岐のとこまで帰ってきました。はい、これをねまだまっすぐ行って六郎山向かいます。はい、六郎山にねだんだん近づいてきてます。はい、あそこなんであんなにハゲてるんやろ。ハゲ山や、鹿とかが食べてるんですかね。今はこんな感じの道を歩いてます。地面からのね地熱っていうのかな、日光の熱が上に上がってきてめっちゃ暑いです。着いた。はい、六郎山山頂 662.3 か。はい、到着しました。あれが三十三軒山ですね。景色、こっちの方が景色いいな。なんか鷹みたいな飛んでる。はい、じゃあね早速も下山していきたいと思います。駐車場まで大体コースタイムで2時間20分ですね。早く降りたい。樹林大変だ。直射日光がやばい。暑いもん、頭も。はい、降ります。はい、ようやくね樹林帯に入ってきました。全然違う、もう涼しい。暑いんやろうけど涼しいと感じる。直射日光がないだけでだいぶマシ。はい、このままね樹林帯を降りていきます。はい、樹林帯をね抜けると広い道に出てきましたね。はい、今はねこんな感じの広い道を歩いてます。歩きやすい。なんやろこれ。落ちない巨岩。神々の遊び場ですよって。あ、これのことか。はい、分岐ですね。はい、三十三軒山駐車場まで1650メートルか。これを右か。これはねこっち行ってもなんか道路に出るんですけど、山道の方にね行きます。はい、もうねだいぶ降りてきました。そこがもう普通に道路ですね。はい、車がバンバン走ってます。はい、あと10分ぐらいで駐車場かな。よし。
稜線の声。は？あ、これか。これね。いうことね。下もあんの。下もある。よし。はい。よいしょ。はい。道路を歩く感じか。帰ってきた。疲れた。うわ、俺だけラス1やスタート遅かったから。はい、降りてきました。はい、というわけでね、今回は福井県の関西百名山三十三間山登ってきました。登りがね、もうなんか熱中症気味になってめっちゃしんどかったんですけど、なんとか登れてよかったです。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。その先でした。さよなら。